毎度ということで、植木屋健チャンネルです。今回はですね、植木屋さんってね、いつもどんな仕事してんのっていうね、ちょっと話をしようと思うんですよ。たまにね、家の方にね、植木屋さんっていつもどんなことしてんのみたいなね、ことも聞かれることもあったりするんで、で、あとその何でしょう、その就職、まあ今就職を決める時期っていうか、就活の時期なんでね、その、まあ、園芸とかね、造園とか植木屋さんにね、という仕事がね、あまり知られてよくわからないと思うんですよね。で、まあ大きいね、造園会社とか、その緑化に関係するね、その何でしょう、こととかでしたら宣伝してるかもしれないですけど、まあ、実際に現場で働く人間からのその説明っていうかですね、植木屋さんでこんなんでとかね、造園業でこんなんでっていう話をね、いまいちその伝えてるのがないんでね、いろいろ、まあいろいろ Google とか調べてもなんかこう細かく書いて見にくいと、なんかざっくりパッと見てわかる、この YouTube でね、実際の僕植木屋20年以上やってますんで話そうかなと思うんですよ。で、まあ一つね、断っておくんが、別が僕が別にそのすごい造園家とかね、庭師の匠とかそんなでも全然ないんですよ。もう普通のごく、平凡な植木屋さんなんですよね。でもそういう人の話の方がね、意外にね、心に刺さったりすることがあったりするんですよね。あまりのその庭師とかね、匠とかすごい工事を手掛けてるね、造園家の人とかの話っていうのはね、意外に実際に役に立たんかったりするんですよ。あまりにもちょっとかけ離れすぎてるっていうかね、現実味がない感じがするんで、ですんで、まあ僕の話をちょっとね、僕なりの説明でちょっと植木屋ってどんなんかっていうのをざっくりちょっと喋ろうと思うんですけれども、ま、基本木を切ってる、もう分かりやすく言いますね、難しい言葉使わずにね、基本木を切ってるんですよね。で、一般家庭のお庭の木を切ったりとか、そのマンション周りに植わってる木を切ったりとか、あとまあ工場の周りとかに植わってる木切ったりとかね。で、なんで切るかって言ったらね、まあ、そのままほったらかしにしてたらお隣に枝が伸びていったりとか、とか伸びすぎて倒れる可能性が出たりとか、で、あとまあ葉っぱの落ちる種類の木を植えた場合は落ち葉の問題とかね、いろいろあるんで、そういうのとかですね。で、あとまあ枯れてしまった木をもう撤去すると、もうそのまま置いとってね、こけて誰かに当たったりとか建物に当たったりしたら危ないんで、枯れてしまった木を切ったりとか、枯れて完全に枯れてしまったね、木を切ったりとか、あとまあ生きてる木もね、切ったりするんですよ。大きくなりすぎたりとか、そのまあ家をもう壊してしまうんでなくすとかね、何々やり替えるとか、なんかに支障が出てきたとかいうことで、もう木をなくしてしまう、伐採、してしまう場合もあるんで、まあ基本管理として切ったりとか、もうなくしてしまうために切ったりとかね。で、その場合根っこも掘り上げたりとか、まあ、そんな感じの仕事が一応一番の基本ですね。木を切るっていうことですね。はい。やっぱりね、その木を切る知識とかね、やっぱ経験が一番ものを言うんでね、植木屋さん、造園業を携わってる方じゃないと、それ以外の人がね、木切ったりとかそういうのをねやったらね、もうむちゃくちゃになるんですよ。なんか扱い方が全然違うんですよね。その植物、生き物を扱ってるっていう感覚がないんでね、まあ、言うたら悪いんですけど、土木屋さんとかがね、たまに木とか切ったらね、むちゃくちゃになるんですよ。で、ほんと具体的な話でこの前あったんが、家のねペンキの塗り替えでこう足場を組むじゃないですか。で、その時にね、足場組むのに支障の出るね木を、その、まあ、足場屋さんがバーって切ったりしてたんですよ。たまたまそれ見てね、じゃあね、もうむちゃくちゃ切ってたんですよ。ボロボロにね。で、レーランドヒノキっていう種類の木をね、もう枝全部切ってもうたりしてね、それ足場解体した後どうすんねんっていう話なんですけど、だから全然その、まあ、知識がないっていうよりもね、扱い方が全然違うんですよ。うん、植物を扱ってる感覚がないんで、ですんで、まあ、ちゃんとしたとこでしたら、その足場組む前にね、足場組むのに支障をきたしそうな木は前もって植木屋さんに頼んで切ってもらったりするんですよ。それでしたら足場組んで解体された後もね、まあなんとかそう、まあ、ギリギリの損傷で済むんですよね、本職がやったら。でもそれをまあケチって足場屋さんに任して当たるとこ切らしたりとかしたらね、もうむちゃくちゃになります。はい、プロじゃないんでね、植木に関したら。ですんで、やっぱ植木に携わって、もうどんだけ経験するかによってやっぱりね変わってきますんで、やっぱそこにやっぱ植木屋さんの値打ちっていうのが多分出てくるとは思うんですけれども、基本まあ木を切ってるということと、で、まあそのまあ日本柱ですね、木を切る。で、もう一個はね、木を植えるってことなんですよ。はい、木を植えてるってことです。
で、まあ、一緒ですね。新しく家が出たらそのお庭に木を植えると。でマンションができたらマンション周りに木を植える、まあ、工場ができたら工場の周りに木を植えるとか、まあ、公害とかね、その、まあ、いろんなそういうのを緩和してくれたりとかもあるでしょうしという感じで木を植えると。でその、まあ、木を植えるメリットっていうかですね、何やって言ったら、まあ、皆さん分かってるとは思うんですけれども、まあ、当たり前すぎてちょっと薄れてきてるとは思うんですけどね、そのコンクリートだけの世界っていうのはね、すごく殺伐としててですね、よくないんですよね。で僕も今回の動画作るのにね、いろいろ調べ直したんですよ。昔のその緑があるとこで生活してる人と緑が全然ないとこで生活してる人のその精神に与える影響っていうような研究結果とか論文ってものすごいあるんですよね、外国の方でね。日本でもあるでしょうけど、でそれがちょっと曖昧やったんで調べ直したんですけどね、やっぱりその精神に与える影響っていうんですか、すごいんですよ。癒しですね、基本ね。やっぱり植木、その緑がいつでもこう目につくような状況で生活してる人の精神状態って言ったら、やっぱり安心とか癒しとか安らぎとかね、まあ、そういうのがあることによって集中力が高まったりとか、ものを建設的に考えれたりとか、すごい精神に対する影響ってすごいんですよね、緑および植物っていうのはね。ですんで、そういうことをうまいことをそのコンクリートだけの建物が建った時に周りにそういう緑を配置することによって、うまいことその生活に環境に馴染ませるっていうんですかね、その地域に馴染ませる、コンクリートの建物に緑をで囲むことによって馴染ませるっていうか、そういう仕事ですね。はい。ですんで、すごくね、意義のあることなんですよね。で今この前たまたまね、ちょっと広島寄る機会があってね、原爆ドーム見たくて寄ったんですけど、その時に今年 G7 があって、サミットがあってですね、 G7 サミットがあって、広島の平和公園のね、その歩くとこのなんかこう補修工事みたいにやってたんですけど、それでもやっぱ造園会社の方たちがね、来て木植えたりとかね、でっかい欅の木とかね、植栽してましたけど、あれもその一切植物を使ったらダメっていう限定で工事したらね、まあ殺伐とするでしょうね。でもそこにそういう樹木を入れることによってね、柔らかくなるっていうかね、調和が取れるというかね、うん、でそれで各国の首脳が来て、そこ歩く時にもやっぱりそういう緑があれば、やっぱいい影響を及ぼすでしょうしね、極端なこと言うたら。だからそういう何でしょう、忘れかけてるんですけれども、当たり前すぎてね、もう酸素も供給してますしね、植物がなかったら生きていけないんでね、二酸化炭素を吸って酸素も供給してると。そういうのはやっぱりこう扱わさせていただいてる仕事っていうのはね、ものすごく意義のあることやなんですよね。でもやっぱりそういうのをね、改めて感じる、あそうやな、俺はそういうのに携わってねえなっていう心っていうのはね、なかなか忘れがちやったりするんですよ、日々のね、まあ、仕事としてすることによってね。で僕はまあこう YouTube をすることによって、やっぱそういうのもやっぱ調べ直したりとか、あなんか俺が植木やってる意義って何かなとかって、やっぱこう考える時間が増えてね、そういうと考えたら、あものすごいすごい素晴らしいことをしてるやなっていうのがね、再認識できて、うん、ですんで、まあ、こういう植木屋の兄ちゃんがね、パッと喋るようなことじゃないと、やっぱりこう分かりづらかったりとか、とっつきにくかったりとか、難しく解説する人が多かったりとかするんでね、まあ、そういうことにちょっとでも貢献できたらなと思って喋ってるんですけれども。であとまあ僕が思うのはね、やっぱその庭師さんとかね、結構画が強くてね、わしがこうや、わしがやったのどうやとかね、でわしの作った庭場とか、なんかそういうベクトルが自分に向いてもうてるんでね、じゃなくてそのやっぱそういうのを作ったことによって、それを見る人にのその精神に与える影響っていうのでが、その今後のね、その人が生きていく上でのなんていうんですかね、より良くなるためのちょっと手助けができるっていうか、それを本当大げさに言うたらね、最終的には世界平和につながるんじゃないかと思うんですよ、考えたらね。だから僕らのしてる仕事がやっぱその世界平和の一つとして意識してもいいんじゃないかなと思うんですよね。緑を都会のその中に入れることによって、それでその人々がより豊かにね、前向きに建設的に平和に幸せに、な精神が少しでもね、育む癒されることによって、またより良い考えも生み出せるでしょうしね、まあ、それがやっぱ一人一人、最終的には世界平和につながるようなことなんじゃないかなってね、なんか考えてそんなこと思ったんですよ。はあ、だからその造園業ってね、いまいちこうちょっと閉鎖的じゃないですか。その多分建設会社の大きいとことかってまだ違ってくるんかも。僕が出身がね、まあ、小さいとこからのスタートなんでね、そうかもしれないんですけれども、でもほとんどはね、
そういう人で構成されてるんですよ、植木屋さんってね、造園業ってね。ほとんどほぼ僕みたいな一般というかね、平凡な人の集まりで成り立ってるんで、やっぱそういう人らの意識をこう、なんでしょう、くすぐるっていうかね、そういうニュアンスのある、まあこの僕の発信も通じてね、なんか、うん、より良くなればなと思って、なんかそんなことをひらめいたんで、ちょっと今回ね、そういう、まあで今ちょうどね、まあ僕の娘も就職活動しててね、その選択肢としてね、まず知らんとね、うーんと思って喋ろうかなと思ったんですよね。で、結構その、なんでしょう、流れでなってる人が多いんです。僕も言うたらそんな感じなんですよ。とか、バイトしててとかね、家が植木屋さんやったとか、そういう人らが、まあ、成り行きでなったっていうのが結構多かったりするんでね、それをこう、なんか、かっこええなーっていう憧れみたいなものでね、入ってきて、こういう業界に入ってきていただけたら面白いかなとも思ったりもするんですけど。ですんでね、まあ、今回の動画はこれで終わって、次はね、まあ、理想と現実についてちょっと喋ろうと思うんですよ。まあ、どの世界でもいざ始めてみたらやっぱ理想と現実にぶち当たるんでね、一応3部構成で第2回は理想と現実、第3回目はね、この今の時代の植木屋の在り方っていうことについてね、3部構成でちょっとねやっていこうと思いますんで、はい、今回はね僕の話に付き合っていただいてね、ありがとうございました。また次の動画よろしくお願いします。